ずっと気にするんですね。何を？なんで千秋優さんはアンバサダーになりましたの？まあ、もちろんいいことけど、多分みんなも知らないでね、経緯。もう始まってるんだ。なるほ始まってど。ね、早く。そういうことね。一柳さんが持ってる経験を、もう簡単に言うと、一柳さんが持ってる経験を、選手たちに伝えてほしい。その現役の選手である一柳さんが、我々コーチとはまた違った角度で選手たちに接することができると思うから、まあ、そういったものは選手たちは絶対に見て感じることがあると思うから、僕たちからもお願いをしました。やっぱりジュニアユースとかね、ユースでアカデミー、J リーグのアカデミーでやってたっていうのと、17、20代表に入って、下の世代で代表に入ってトップチームまで行ってる。これってすごい経験だと思うから、そういった経験を選手たちに伝えてほしいなと思いました。なるほど、そうなん。何行為があったら。誰が入るって。今多分誰が入るかもしこれ多分使えないけど、使え、だって日本でもなんか、これは使えないこれ使えないだな。せーの。石垣さんは最近の生活はいかがですかって。最近の生活？だって、シェンゴ？シェンゴ？生活ね、どうだろうね。いや、サッカーしたいよ。最近、何サッカー参加した感じ。ソサイチね、7対7ね。そういうのやったり、まあ、フットサルやったり、まあ、サッカーには携わってはいるけど、まあ、やっぱりまだ、ね、サッカーやりたいなって気持ちだね。でも最初はやっぱそのヴェルディに入った時かな。5年生の時。小学校5年生の時に入った時かな。それまでは行ったらさ、もう地元のサッカークラブでさ、ね、もうお山の大将じゃないけどさ、自分中心でずっとやってきて、で、そのヴェルディ入って、周りにはもううまい、ね、選手ばっかりで、まずそこでなんかこう、なんかこれとんでもないとこ来ちゃったな、みたいな。そっから、一つ、まあ大変な時期だったけど、そこ、思い出すのはそこと、あとなんだろうね。まず大変というか、そういうアンダー世代の代表とか入って選んでもらって、練習行ったらやっぱり、ね、そのヴェルディさっき言ったみたいに、周りのレベルがすごい高いから、もっと自分がやんないといけないなっていう気持ちにはなったね。だからまず小学校があって、そうね、あとは、そうだな、アンダー18とか高校生の時かな、もうそうだし、あとはその、ユースからトップチームに上がった時も、ね、やっぱり、今までそのユース年代で通用したね、そのフィジカルだったり、ね、そういう技術とかっていうのはもう全く通じなかったから、そこはもう、なんて言うんだろう。もうもっと、こう、努力をして、しないといけないなっていうのはあったね。セレクション、俺ら400人いたから。おお、それは。400人のうちの2人だけで合格したの。400に2人。そう。みんなそこに入りたがってたから、そうね。その分倍率も高かったし、そうだね。それで追いついて、どういうふうにしたら、ね、みんなに負けないかっていうところは考えてたね。そそうこだね。俺だからね、すごい気になるのがそういう、はい。育成年代で、はい。なんか勝敗じゃないっていうのも聞くじゃん。勝ち負けじゃそうですね、ない。でもなんか俺はもう別に育成だろうがなんだろうが、絶対勝った方がいいでしょうと思うから、なんだろうね、その、ただやって勝つとかじゃなくて、自分たちのやりたいようにして、やりたいサッカーがあって、それを落とし込んで、
勝ちに行くっていうのが、なんか俺は、正解じゃ分かんないけど、自分は負けたくないから。はい。わかります、その。だから、なんかそこのなんか考えが結構難しい。なんかその育成年代はそんな勝敗関係ないとか、結構話も聞くけど、はい、それってどうなのかなって思ったりするけどね。はい、そうですね。それも確かによく考えますし、でも僕も一柳さんと同じで、やっぱどの年代だろうと、やっぱ勝つゲームなんで、うん、勝つことを目指さないといけないですし、うん、まあ、それがプロに比べたら多少その比重は落としてもいいと思いますけど、うんうんうん、僕なんか育成とその勝ち負けが切り離して考えるものじゃないかなっていうのは僕は思ってますけどね。そうだよね。やっぱ両方目指せるんじゃないかっていうのは思いますけど、ね、うん、はい、でなんか勝つためにやるんじゃないのと思うから、で僕もそう思います、ね、やっぱり。ただじゃあなんかそのあるじゃないですか、例えば中学生年代だったらいわゆるその成長が早く来る子がいるじゃないですか。うん、例えばそういう選手をまあ前と後ろに置いてこう中盤経由せずにボンみたいなのは、まあ、そこはどうなんだろうと思う時は、ね、確かにそれは、そうだね、それだと育成があまりにもちょっと軽視されすぎて、まあ、勝つために比重が行き過ぎてる気もし、うん、ただそれも立派な戦術ではあるんで、うん、ただそのジャッジはすごい難しいと思いますね。まあそうだよね、はい、こういうサッカーをして勝ったところでってところでしょ。そうです。それだともうじゃあその例えばそういう選手がいて、じゃあ後の選手はじゃあそれがしかも本当に育成になってるかどうかですよね。うん、なんかそのボールをもっと触れる局面があるかもしれないので、それをこう簡単な方法で攻略して、うん、手っ取り早く相手のピッチにボール入れて、で相手のピッチでファールもらえたり、あっちでずっと押し込めたりっていうのは、ある意味じゃどっかの局面を捨ててることになるんで、うん、まあ、ちょっとそこはいろいろあるでしょうね、賛否両論が。そうだよね。はい、と思います。難しいよ。だから、そう育成、例えばじゃあ自分が例えば育成年代の子供たちを見てるとして、はいはいはい、あ、この子ちょっと厳しいなって言って、じゃあちょっと違うチームに行きなと、君はちょっと難しいよっていう話をしてもさ、はい、違うとこに行ってめちゃくちゃパーって伸びることもあるしさ、あると思います。例えば自分のチームでさ、はい、じゃあポジション変えましたとかさ、はい、その練習メニューによって、その選手がめちゃくちゃ伸びるっていうこともあるわけでしょ、はい、あると思います。それをだからどういうふうにね、ジャッジするのかって、すごい責任があるなと思うけどね、育成。めちゃくちゃ思います。ね、育成年代は、もう本当に難しいと思います。そう、難しい年代ですもんね、ジュニアユース、ユース。うん、まあ、その下ももちろん難しいですけど。そう、やっぱりその言ってました、その吉田達磨さんも言ってました、そのやっぱり、うん、もしそのクラブでそのいろいろなことを決められる権限に吉田達磨さんがいるとしたら、うん、やっぱりジュニアユースとかそういう年代には一番いい監督を置きたいって言ってましたね。うん、やっぱそれぐらいその選手のその伸び幅というか、そうだよね、あとそのちょっとした一言とか、そうそうそう、だからそういうさ、そうです、ちょっとそのね、そういう技術的なことを教えることもそうだけどさ、はい、その年代だったらね、例えばじゃあ心理学が必要かもしれないし、そう、そうですね、はい、一つの声掛けも、なんかそういうのをすごい分かる人がやったら絶対いいのになと思うけど、と思います。やっぱりあと、ね、遅く来る子もいるじゃないですか、例えば成長が、ね、それを見極めるのって多分すごい難しいと思うんですよね。その辺のものを考えると、やっぱりすごい経験がいるコーチがいるべき年代だと思いますし、うん、そこにはやっぱりそのいい監督がいるべきだと思いますね。そうだよ、はい、だって日本でもなんかさ、なんかなんかただただ怒鳴ったりさ、自分のこうストレス発散のなんかような感じでさ、それはちゃんと怒ってんならいいと思うけど、はい、なんかただね、気に食わないプレーしたから怒鳴るみたいなのも結構まだ見るしさ、結構まだ見ますよね。うん、だからなんかそういうのを変えていかないと、なんか本当に日本が勝てるっていうのはなんか詐欺なのかなと思うけどね。はいはい。うん。なるほど。ね、それは育成でもそうだし、そのトップチームとかもそうだけど、いい監督って多分、選手をこう、飽きさせない。ああ、なるほど。はい。そう、うん。同じような練習する監督もいるけど、はい、まあ、その反復練習ももちろん大事だと思うけど、うん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 、なんかこう常に刺激があって新しいことをやってる監督の方がなんか
俺は面白いなと思うけどね。なんかモーリーニョとかそうって言うけどね、ほぼほぼ同じメニューはやんないみたいな。そう。どうでしたか、その例えばじゃあジュニアユースとユースの時の練習っていうのは反復練習が多かったですか。どうでも基本的になんかボールを使った練習が多かったかな。はい。それはもう相手もいましたか、それとも相手はなしで。例えばなんかゲームとかよくやった気がする。ああ、ゲーム形式で。の練習もよくやったと思うし。はい。まあだってあれだからね、もうジュニアから ABC に分かれてたからね。ああ。A チーム、B チーム、C チームでもう1ヶ月かな分かんないけど、なんか、そう。なんか振り分けられて、C チームなんかもう全然相手にされてなかったしさ。ああ。常に。学年でなかったですね。そう、常になんかこう、評価されて競争の中でいった感じはするね。はい。ちなみに、千秋さんはずっと、ジュニアユース行ったときはずっと A ですか？でもなんか、悪さして B チームを押されたのがある。